Please be careful hey. Not to touch the plants here. You there, Leaf Hat. I have a question. The Pari find it challenging enough to protect the Vorukasha Oasis. How have you managed to protect a domain as vast as the rainforest for hundreds of years? A bird? No, I am a Pari. We live in the Vorukasha Oasis. Fauna? Rana? Something tells me this conversation is going nowhere. Ah. Well, okay. Have I been stuck at the Oasis for too long? It's like I can't understand the language of the outside world anymore. Whatever he said sounded impressive, though. そこのぷくぷくグリーン、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。ええ、私たち彼は甘露花界を守るだけで精一杯なのに、あなたたちはどうやってあんなに大きな雨林を100年も守ってきたの？小鳥ですって！私たちはカレーよ！甘露花界に住んでるの！バナー、何？なんだか微妙に話題がそらされた気がするわ。え？うん、わかったわ。都会からずっと出てないからかしら。何を言っているのかさっぱりわからないわ。でも、なんだかすごそう。なるにぎやか。みんな笑ってる。星空とはまた違った素晴らしさね。ああ、君ね。君と会ってから、あの子やる気に満ち溢れてて、一度も無憂なんてしなかったのよ。でも、やっとのことで過信短日までに論文を完成させたのに、提出した途端、疲れて眠っちゃったの。論文の最後に、こんな感謝の言葉を添えてたわ。星々の間では、時に相手を強くサポートする力が生まれる。その力は、相手の進む軌道をも変えてしまうことがある。占星学を学ぶ者の視点から見れば、人と人の付き合いも同じである。例えば筆者のように同じ周波数を持つ人に出会えれば奇跡を起こせるかもしれない。私はこの光景を写真に残してあの子のデスクに置いておくわ。こんなところに隠れてたんだね。本当に面倒だ。
やあ、教練員のみんなからパーティーへの招待が来てただろう。どうして来ないんだい？はあ、招待されるようなことをした覚えがないんだけど。あんな騒がしい場所、ごめんだね。ちょっとちょっと、やめてくれ。教練員にいない僕でも、君が歴史批評と政治研究の分野で結構有名なことは知ってるよ。君は今回の論文に重要な手がかりとインスピレーションを与えてくれた大功労者だって聞いたよ。今回の打ち上げは半分君のためのものだってね。僕の記憶違いかな。君の所属は確か沈黙の殿で、饒舌の殿じゃなかったよね。遠回しにうるさいって言わないでくれよ。来ないなら来ないで、みんな後で探しに来ちゃうと思うよ。僕がここにいるって教えたの？いやいや、そこは沈黙しておいてあげたけど。ただ君と仲がいいと思われたみたいでさ、君を探すよう頼まれたんだ。はあ、面倒だな。はあ、案内してくれ。丸見えね。戻ってきてくれたのね。この夏目屋敷キャンディー半分こしましょう。私が見抜かれる番ね。もちろんよ。おかげでとても素敵な誕生日になったわ。まるで穀物の蔵に入った小鳥が人々の優しさとぬくもりに包まれたように、遠くから来てくれた彼、アランナラ、そして私の大切なお友達、みんなにお礼を言ったわ。でも私、気づいたの。やっぱり、まだ何か隠しているわよね。大丈夫だから、そう構えないで。あなたが秘密にしたいのなら、その判断を信じるわ。だってあなたは、私の花の騎士だもの。戻ってきてくれたのね。私が見抜かれる番ね。もちろんよ。思い返せば、どの料理にも新鮮な驚きがあって、蓋を開けるまで中身がわからないヤルダーキャンディーのようだったわ。でも何より、みんなの笑顔を見られるだけで、お腹いっぱいな気分だった。幸せな気持ちにしてくれるのは、パーティーそのものじゃなくて、雰囲気なのよね。戻ってきてくれたのね。私が見抜かれる番ね。ええ。いつかあなたの夢の中にも、遊びに行かせてね。旅人さん、砂ぼこりが服に吹き込んでいませんか？さあ、こちらに座ってください。
古い曲を練習していました。たとえ曲の終わりが黄砂の中で失われていても、この美しい旋律が好きなのです。いつもは覚えた部分ばかりを繰り返し演奏していましたが、今夜は私の解釈で曲にエンディングを付け足してみようと思っています。賑やかな過信探査のおかげで、心境は変わったのかもしれませんね。続きが書きたくなる物語というものはあるものです。たとえぼやけてしまっても、いつまでも大切な記憶というものは存在します。旅人さん、砂ぼこりが服に吹き込んでいませんか？我らが花の騎士はまだ満足していないのですね。アール村と私は切っても切れない関係にあります。皆さんと楽しくお祭りを過ごせてとても嬉しかった。けれど、日常に戻るのも寂しいことではありません。ですからどうか笑っていてください。空に浮かぶ雲も、明日はまた晴れやかな日になると教えてくれているでしょう。手をつなぎ、みんなの笑い声がまだ聞こえるような気がします。無駄なことは考えるな。旅人さん、砂ぼこりが服に吹き込んでいませんか？さあ、こっち、ええ。今日の笑顔がいつまでも私たちの心に残りますように。